はい、プレーボールどうも野球人です。電撃発表、巨人立岡が引退へということでございまして、はい、まあ巨人ね、もうオフシーズンに入っておりまして、まあドラフトも終えて、去就のお話っていうのがね、続々出てきだしております。まあ先日、梶谷選手が現役引退、で、昨日、ダージー戦力外、新たな選手がね、5選手発表、で、4選手がシャイガーから育成を超打診という報道もありました。で、そういった中で、今回ですね、新たに立岡選手の引退が発表、まあもうベテランでございますが、まあただね、CS にも登録されておりましたし、まあ、出番っていうのもあった中で、まだね、やるのかなっていうところもあったんですが、まあ今回ね、引退というところになっております。で、まあ立岡選手、海谷選手ら、左の外野手がね、減ってしまうと、まあチャンス回ってくる選手もいるよね、というところもあるんで、まあ後半はね、その辺も交えてお話していきますが、まずはね、記事から見ていきましょう。はい、巨人立岡が現役引退へ。巨人立岡総一郎外野手が今季限りで現役引退することが26日分かった。この日球団に正式に意思を伝えた。大きな怪我を乗り越えた野球人生だった。22年6月9日の西武戦で守備の際に味方と交錯、左膝前十字靭帯を損傷。同30日に同箇所の再建手術を受けた。同年オフには育成契約になったが、懸命にリハビリを続け、約1年後の昨年7月に実戦復帰。今年5月にはシャイガに復帰を果たした。ここから全盛期だと思って頑張りたいと宣言した通り、同6月4日のロッテ戦では自身6年ぶり2度目となる4安打に4打点をマーク。阿部監督もここぞって時にやってくれる選手だと思っていますと信頼を寄せ、 DeNA との CS 最終ステージでも3試合に出場するなど重宝された。高い身体能力を武器に熊本鎮西高校から2008年ドラフト2位でソフトバンクに入団。12年6月にトレードで巨人に加入したが、直後の7月に左肘靭帯を損傷。当時は右打ちだったが、患部への負担が軽い左打ちに挑戦を決意。人の3倍は振らないといけませんからと努力を重ね、自分のものにした。15年には90試合に勝し、打率3割4厘を記録。スタメンだけでなく 50m5 秒級の俊足を生かしたダイソーや守備固めなど、途中出場でも力を発揮、チームになくてはならないバイプレイヤーだった。球団は長年チームに貢献した功労者に対し、何らかのボスを用意すると見られる。体がボロボロになってもいいので、チームのためにやりたいという思いが一番ですと話していた男が、16年のプロ野球人生を戦い抜いたということになっております。はい、というわけで、まあ立岡選手が現役引退というところになっておりまして、まあどうやらね、昨日現役引退の意思を球団に伝えたというところでございます。まあやっぱね、CS が終わりまして、いろいろベテランの去就っていうところも各球団聞こえてきますが、まあ巨人はね、海谷選手に続いてこの立岡選手、まあやっぱね、立場的に結構危ういものがあったのかなというふうには思っておりましたが、まあどうやら、まあ、引退というところですね。まあもしかしたらね、こう肩を叩かれたのかもしれませんが、まあただね、CS にも出ていたというところもあったんで、こうファンはね、寂しいなという気持ちなのかなというふうに思いますが、まあでは改めてこの立岡選手、どういう選手が成績を残してきたのかというところを見ていきましょう。はい、立岡総一郎選手、プロ16年目、出身地は熊本。1990年5月18日まで34歳、182cm82kg、ポジションは外野、右投げ左打ち。2008年ドラフト2位指名の選手。今季の年俸は2200万円。ソフトバンク時代は4年目まで1軍昇わずか1試合とほとんど出番がありませんでしたが、2010年にトレードで巨人移籍、2015年には90試合に勝し、打率3割4厘を記録。そこから目立った活躍とまではいきませんでしたが、毎年1軍昇を重ね、外野のサブとして貴重な存在でありました。しかし2022年に左膝前十字靭帯損傷の大怪我でオフに育成落ち、それでも昨年4月に実戦復帰すると、今季試合が復帰を果たして一軍で48試合に出場となっていたということでございます。はい、この立岡選手、まあ初めはね、ソフトバンクに入団しておりまして、まあドラフト2位指名、結構上位指名だったんですよね。でそこから2012年に巨人へトレード、まあもう巨人で10年以上プレーしているというところでございますので、トレードできたことを知らない方ももう多いんではないでしょうか。で通算で見ていきますと、498試合で2割4分5厘、1071打数で262安打4ホーマー44盗塁でオープス 0.593 と、まあめちゃくちゃね、多く試合に出ていたわけではないんですが、まあただね、走攻守、まあどれも1軍レベルにあった選手はございますんで、まあそういう意味ではしっかりとね、レギュラーではないんですが、サブとして重宝されることの多かった選手で、怪我でね、育成落ちになっていたんですが、今年試合が復帰、1軍では48試合で2割1分4厘、84打数18安打0ホーマーでオープス 0.520 と、まあ1軍ではね、今シーズン48試合に出場、まあ最終的にね、打率は2割1分台でございましたが、まあ、試合が復帰直後は1軍に呼ばれて、まあ、センターにも抜擢、まあ、ちょっとね、センターが埋まっていない問題というのもありましたんで、こう彼を起用していたわけでございましたが、まあ、そこでね、打ちに打ちまくって、かなりチームに貢献してくれておりました。まあ、さすがにね、徐々に状態は落ちていってっていうところであったんですが、まあでもね、あの時の爆発力っていうところは非常に印象的でございましたし、間違いなく戦力になっていたと思います。まあ、ただそこからね、2軍に落ちて、2軍戦では56試合2割9分1厘、141打数で41安打1ホーマー、オフィス 0.725 と、まあ、2軍
軍戦ではまずまずね、成績残しておりまして、まあシーズンの終わる頃には2軍にね、いたんですが、まあただ CS に行くっていうところで、外野の怪我人が続出、守備固めとかそういった要因がね、本当にいなかったっていうところもあったんで、まあ最後は CS で1軍登録されて、ベンチにもずっと入っていて、で、出番っていうのもしっかりあったんですよね。まあただ、CS が終わって、このタイミングで現役引退と報道。まあ外野もね、ドラフトで取らなかったんで、まあワンチャンね、残るのもあるのかなっていうところではあったんですが、まあただね、どうやら引退する模様というところでございます。まあやっぱ年齢的にもね、34歳、まあ来年35歳、まあベテランでございますし、まあ今年ね、CS 出れて最後にっていうところで、まあ引き際としてはね、自身の中でも良かったのかなと。で、あとはね、コーチも打診されているみたいでございますんで、まあ引退後も、また巨人に関わってくれるんじゃないかなというふうに思いますが。で、そういう中で、立岡選手が引退する巨人の外野陣ですよね。ここも見ていきましょう。はい。では、巨人の外野というところでお話していきましょう。まずね、巨人の外野。まあ、12選手、登録選手はいましたが、まあ、ただ、今回ですね、海谷選手、立岡選手、この二人が共に引退というところになりますんで、まあ、外野手のね、登録は12から10と減っております。まあ、もともとね、結構、外野しか守れない選手っていうのが多かったんで、まあ、やっぱこの辺はね、削ってくるだろうなというところでありましたが、まあ、二人とも引退という形になっております。で、巨人のですね、外野のオペスは 0.695。まあ、これはセリーグ2位の数字となっております。まあ、打点ではありますんで、見栄えはそこまで良くないんですが、まあ、セリーグね、6球団で見ると、比較的、打てる部類の巨人の外野。まあ、ただね、打てるだけで、外野は全てのポジションの守備の指標がマイナスでありまして、こう守備、走塁要因も少ない現状があります。まあ、やっぱね、巨人、守備面に課題がありまして、まあ、ヘルナンデスもね、センターの指標は良くないですし、まあ、丸もね、両翼は上手いんですけど、やっぱ今年センターをね、多く守っていたっていうところで、ちょっと苦しい数字に。で、巨人のね、外野で今、一番上手いのは、間違いなくお声だと思うんですけど、ただやっぱね、立岡選手もいなくなるというところを考えていけば、まあ、守備走塁要因がね、また一人減ってしまっておりまして、で、ドラフトでも補充はなかったんですよね。で、外野手登録なんで、ここにはないんですが、秋広選手、彼がね、左でいるってとこはありますが、まあ、ただそれを入れてもですね、左打者っていうのが極端に少なく、まあ、今ね、丸重信、佐々木、岡田、まあ、この辺しか登録されていない。で、プラス秋広を入れてもやっぱ、この辺は寂しいところかなというふうに思います。まあ、左打者不足っていうところがね、この梶谷立岡引退で、まあ、さらに問題に上がってくる感じはいたします。で、そこで白羽の矢が立ちそうなのが、まずはやはり中山選手。まあ、彼がね、外野に回るんじゃないかっていうのも結構言われております。まあ、今年ね、最後しっかりと活躍してくれておりましたし、CS でもね、ホームランを打って躍動しておりました。やっぱ打力は確実に上がってきておりますし、まあ、来季もっと使いたい。まあ、ただ普通に考えればね、ショートは門脇、セカンドは吉川がいて、まあ、サードでね、坂本選手たちと勝負できるかってところもあるんですけど、まあただ巨人は内野手を今年3選手もね試合外で取っておりますし、まあ、明らかにこうがっつりね補強してきておりますっていうところを考えると、やっぱまあ現実問題、内野で勝負っていうよりは、まあ外野のねオプションもつけてユーティリティに、まあ、より出番をね増やしていく必要はあるのかなというふうに思います。まあであればやっぱね左打者でありますし、まあそこに入ってきてくれればね一番いいのかなというところでありますし、まあ多分この辺は首脳陣もある程度考えているとは思います。まあ完全コンバートっていう形でなくね、まあ、選択肢を増やすっていうところでも、まあ、ちょっとね、やってみてほしいところかなと。で、あとはですね、船越選手、まあ、彼を支配下に上げてくるんじゃないかなっていうのもちょっと思っておりまして、まあ、やっぱね、今年怪我をしてしまって、そのタイミングがなかったんですが、まあ、ただ足、盗塁技術に関しては、間違いなくチームナンバーワンだと思いますし、まあ、守備もしっかりできる。まあ、打撃がね、課題っていうところもありますが、まあ、守備走塁の要因としては、上に置いときたい選手でございますし、まあ、多分ね、怪我なく支配下になっていれば、まあ、今年ね、レギュラーシーズンでも上に呼ばれていたでしょうし、CS も怪我人がね、たくさん出ていたっていうところであったんで、まあ、彼がいてくれればなっていうのもあったんですよね。まあ、なんで、もしかしたらね、この国ももしかしたら試合下に上がってくるかもしれない。まあ、そこを逃してもね、まあ、やっぱり来季の開幕前とか、そういったタイミングで優先的に上がってきそうな選手かなというふうに思いますんで、まあ、なんでこの辺でね、外野のデプスを埋めていきたいなというのはありますし、またフルプとか、そのあたりも右バッターでありますが、フェニックスでアピールしておりましたんで、まあ、上がってきてほしいですし、まあ、どうにかね、埋めることはできるんじゃないかなというところでございますが、はい。まあ、というわけで、2人の選手がね、引退したというところでございましたが、まあ、ここからはやはり補強のフェーズかなというところでございますので、まあ、どういう風な動きをね、来シーズンに向けて見せてくれるかっていうのは楽しみでございますが、はい、というわけで以上ですね、最後ネットなのを見ておりましょう。
はい、じゃあネットでの反応ですね、見ていきましょう。 FA じゃなくトレード入団で年間投手フルにレギュラー取ったわけでもないのにこっちのポストを用意されるとは、よっぽど役に立つ姿勢、球団への貢献の評価なんだろうな、お疲れ様でしたということで、はい、まあそうですね、立岡選手今回引退で、まあコーチをねポストを用意されるというところでございまして、まあ多分ねファームとか、まあそういったところにまずは配置されるのかなというふうに思いますが、まあでもやっぱ敗北でもありませんし、まあ FA とかで巨人に来たわけでもなく、まあトレードで10年以上プレーで、まあバリバリねレギュラー取っていたわけでもありませんでしたし、まあそういう選手にねコーチのポストっていうところはまあかなり手厚いですよね。でね、一昨年怪我をしてしまって育成契約になって、で去年ですよね、まあもしかしたらね対談もあるのかなというふうに思っておりましたが、まあただねオフにまた育成契約を結び直して今シーズン試合下に上がってくるまで待ってくれていたというところはあります。まあやっぱそこに関してはね、彼に選手としての期待プラス、まあやっぱね人望というか人格というか、まあそういうところも最大限評価されていたのかなというふうに思いますし、まあそうでなければね、やっぱここまで球団も待ってくれなかったんじゃないかなというふうに思います。まあやっぱ結局ね、そういうところって一番大事かなというふうに思いますし、まあコーチとしての能力っていうところもね、まあ今いろんな情報が増えてきている中で、選手とコーチの信頼感というのはより一層大事になってくると思います。まあそういうところで言うとね、やはりそういう立岡選手がコーチになってくれるっていうのは楽しみでございますし、まあこの野球人生で学んだことっていうところ、まあ思う存分生かして、まあまたね、巨人に貢献してほしいなというところでございますが、で一方こちら見ていきましょう。これで試合が61、菅野も抜いたら60か、補強の動き満々だね、今年はということで。で、まあね、昨日もお話しいたしましたが、まあ試合下から育成に4人落ちて、まあ結構がっつり試合カードを開けてきております。で、今回立岡選手が引退、で、菅野選手もメジャーに行くってことを考えたら、もう試合カードは60までね、ドラフト選手入れて減っております。まあ巨人ね、原さんの時はもっとがっつりね、減らしていたってところもあるんですが、まあ安倍さんになってね、去年はそこまで減らさなかった中で、まあ今のところ結構もう開けている。まあもしかしたらね、まだ追加であるんじゃないかっていうところもございますが、まあでもどちらにせよね、まあ FA もね、参戦するんじゃないかというところも言われておりますし、まあもしかしたらね、去年の船越選手みたいに、また占領外から選手を取ってくる可能性もある。で、あとは助っ人もね、今年は割と少なくスタートしましたが、まあ結果的にやっぱね、たくさん選手必要だよねっていうところもあったんで、まあもしかしたら頭から多くね、助っ人揃えて始めるつもりかもしれません。まあそういった中で結構ね、まあ今年オフの動きっていうところ、まあいろいろ言われているところでございますし、まあ野手の FA に動くっていうふうに言われているんじゃないかという中で、まあピッチャーはね、あまりドラフトでも補強できていなかったんで、まあここをね、どうやっていくんだっていうところも注目でございます。まあやっぱ菅野選手が抜けるっていうので、まあちょっとでもね、その穴っていうのを減らしたいっていうのはあると思いますんで、まあ海外組で言うとね、上沢選手が戻ってくる可能性もありますし、まあ FA でもね、まあ何人か選抜で出そうな選手っていうのもおります。まあそういうところを見ていくとね、まあやっぱがっつり補強して、まあ2連覇っていうところ、まあそこに備えてほしいなというふうには思いますが、まあ果たしてこうどうやって動いていくかっていうところ、まあやっぱね、日本シリーズが終われば本格的にそういう話も出てくるとは思いますんで、まあ今からちょっとその辺は回してほしいところでもございますが、はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット。ありがとうございました。